みんなが来てくれて助かったね。なんて心強いんだろう。さあ兄さん、僕たちもやるべきことを。クリスタル神殿へ向かおう。ああ、行こう。最後のマザークリスタルを破壊する。もうある手間の隙になんです。ドレイク・スパイン、クリスタル神殿はこの先だ。覚悟はできてるか、みんな。カシアどもがゾロゾロと。この場を任せろ。あなたたちはマザークリスタルを思う存分やってこい。みんな、ジョシュア、ジョシュア、起きろ。兄さんなのか。ここはどこなんだ。ここは人のかも。何じゃ、罪深き人を有する次元の狭間。アルテマ！ミュトスよ、そしてフェニックスよ。ここに何じゃ火の粉らが揃うのもまた定め。何じゃはその身に刻まねばならぬ人の犯した罪の深さを。閉じ込められたようだね。だったら奴を倒して脱出するだけだ。決着をつけてやる。遡らなければならない。
久の昔、魔法という名の奇跡が生み出され、この世界を大いなる繁栄に導いた。だが、その代償もまた大きかった。世界は黒という抗えぬ脅威に蝕まれていったのだ。黒は大地を染め、全ての生命を滅びへと誘った。それは我とて例外ではない。生き延びるため黒の脅威から逃れるほかなかった。まさか魔法も黒の一体もアルテマが発端だと。どうやら進めってことらしい。渡りさえすれば人は救われると。全てはアルテマの思惑だったとも知らないで。まだ道が続いている。行こう。一つは我を模した人という種を作り、
器となりうる肉体を芽吹かせること。人を作っただと？そう驚くこともあるまい。人とはないどこに住みぬミュトス、汝を育むためのな。我はミュトスという果実がなるのを待ち、時が来るまで眠りについた。だが我が眠ったことで人は我とのつながりを失った。人はそれを主に見捨てられたと錯誤し、導きを求めて瞑想した。そして罪を犯したのだ。自分自身を主とした自我を作るという大罪をな。己を維持するがために、ゆえに人の持つ自我は際限のない欲にまみれている。己の充足と優越感を欲した結果、ついには人の手によってこのバリスデアに苦労を生じさせた。これもまた人の罪に他ならない。人が自我を持ち、バリスゼアに黒の一体を生んだのが罪と。人の罪、それが奴と何が違う？アルテマ貴様は、生きるためにそこから逃れたんじゃないのか。人も同じ、生きるために自我を持ったんだ。お互い望みは同じだったのに、手を取ろうとは考えなかったのか。我が人と、なぜだ。宿命に何を求めるというの。汝の言は理解に苦しむ。汝が生まれた以上、人はもうその役目を終えたのだ。残す必要もあるまい。
創生をもって人は滅す。どういう意味だ。我に背き罪を犯す人などまことあるべき世界には無用なもの。この世界は我がもの。そこにあるものをどうしようが我の自由ということだ。ここは俺たちの世界だ。勝手なことをさせるか。何？我は世界の断り。その力を制するのはたやすい。兄さん。俺たちならやれる。ああ、そうさ。自我を持つゆえにあだなすか。心得。まことの主の意を覆すことなどありはせぬ。で汚れていてもここは俺たちが生きてきた世界だ。俺たちと貴様とどちらかしか残れないのなら貴様が消えろ。この手で世界を黒から救う。自分たちの意志で生きていくために。もうお前の好きにはさせない。ここで終わりだ。罪深き人よ、廃棄せよ。そこか。雷残機せよ。
彼は世界の断り、まことの主なり。遅い。はあ。はい。て。存在ということを忘れたか。雷よ。
清掃を待ちわびた器よ。
だが主にあだなした。この大逆の罪は捨ておける。今ここで何時のその声太った自我を滅する。なあクライブ、シドを名乗るお前は誰かを救えたのか。マザークリスタルの破壊、たくさんの人を不幸にしてしまったわ。結局志など何の役にも立ちはしない。所詮は綺麗事なのよ。後にも先にもそこにあるのは積み重なった死体の山だけ。そう、どんなに頑張っても報われることはないんだ。だからもう無理はしなくていいんだよ。そうなのかもしれない。お願い、誰か私を助けて。誰か私を愛して。どうして手に入らないんだ。こんなに願ってるのに。人が自我を持ったがために己の欲望に固執する、不完全な存在となった。それゆえ自らを苦しめ、あやめ、自らの欲望で世界さえ壊してしまう。なら何も考えない方が楽になれる。ああそうだな。クライブ！これは幻だ。すぐに終わる。帰ろう、兄さん。兄さん。あなただよ、クライブ。クライブ。呼んで。クライブ。
これでもう迷わない。そうだ、俺はクライブ・ロズフィールドだ。兄さん、アルテマ、ミュートス、ここまでしても自我を消すことができんとは。しかし、なぜフェニックスがここに。外界から干渉することなど人の身にできるはずが。いや、元よりここにあったのか。ミュートスの自我にフェニックスの像が刻まれ、思念によってその実体を得たとでも。思念が人を創造。人の思念、思いとはこれほどまでの力を。ここから出させてもらうぞ。目を覚まして、兄さん。ジョシュ、俺は大丈夫だね。奴の支配から逃れた。それより、ロゴスに偽りの神となろうというか。進化の道を外れ、我と肩を並べようなど。これ以上汝の見ままを許しはせぬ。一体何をする気だ。オリジンをもって我本来の力を蘇らせる。そして汝に耐え難き絶望を与え、文字通り肉の器としてやる。我が力、思い知れ。全てのマザークリスタルは消滅し、エーテルを集めるという役目を終えた。
長きにわたる計画も間もなく終局を迎えようとしている。お前もまたその眠りから覚める時だ。さあ雨かけよ、オリジン。ドレイクスパインは消えたってのに、あいつらどこに行っちまったんだ。おい、あれを見ろ。エーテルが集まってる。一体何が起こっている？わからないわ。戻ったのか。クライブ、ジョシュア、ゼル、みんな無事か？平気よ、何があったの？詳しくは後だ。見ろ、エンタープライズを出せ。引くぞ、目的は果たした。余の役目だ。頼む。みんなに状況を伝えた方がいいな。オットーに話して集めてもらおう。しっかり支度しな。さあ見ていきな。
いい選択だ。持ってきな。いい選択だ。ちょうどいただくよ。支度はできてるか。何を作る？大事に使えよ。こいつなら敵なしだ。また来いよ。一仕事してやろう。どれが欲しい？よし、できたぜ。これでもっと良くなった。これを作るには素材が必要だ。素材が揃ってねえみてえだ。また来いよ。何か用かい？何が欲しいんだい？いい選択だ。これで少しは懐が潤うだろう。また来ないよ。支度はできてるか。何を作る？よし、いい出来だ。じゃあな。
空は晴れないし、妙なもの。あれを見てると、抗議してやろう。何を教えてほしいんだね。世界を俯瞰してみようじゃないか。いつでも相手になるぞ。戻ったか。空に浮かぶ。これから状況。わかった。集まったか。察しの通り、空に浮かぶ黒い塊はアルテマの仕業だ。そしてあの内部にはオリジンと呼ばれるものが存在している。そのオリジンのせいでクリスタル自治領は壊滅、我が祖国は失われたわけだ。自治領にあった戦闘、あの遺物は古い文献にも登場する。あれはおそらく地表に出ていたオリジンの一部だったのだ。古の時代からあの場に眠っていたとは驚きだ。黒い塊が現れてから突如アカシアに襲われて各地が混乱しておる。ランデラですらな。一体どうなっているというのか。各地でアカシアが増えてるらしい。要所には石の剣を向かわせたが、それもいつまで持つのかわからねえ。この隠れ家では具合の悪くなった人が出始めたわ。まさかアカシアになるなんてことないとは思うけど。もしかしてあの塊はエーテルを吸収してるんじゃないかしら。マザークリスタルのようにエーテルが集まるのが見えたの、ストーンヒルで。だとすれば黒の一帯が急速に広がっているという報告にも納得が。あれが大地から強引にエーテルを吸い出してだとしたら、地上のエーテル濃度も上がっているかもしれない。それがもしや原初のくさびの効果を加速させてアカシアたちの増加に。そういうことか。問題ない。アルテマは言っていた。オリジンを持って本来の力を蘇らせると。つまりオリジンに行くことができれば、どんな形であれ
奴とまみえるはずだ。でもあんなとこまでどうやって行くんだ。空は飛べないぞ、さすがのエンタープライズも。それはここまでにしておくか。この場で考えても結論が出るもんじゃないだろう。おのおので対応できることから始めてくれ。クライブ、いいな。なあ、そうしてくれ。さあ、それじゃ一旦解散だ。ここまで来たらジタバタしてもしょうがない。疲れたろう。お前も少し休め。分かってる。どうしたんだ、ジョシュア。やあ、クライブ。知りたいことは？人物についての講義か？状況の把握を忘れないようにな。では、私も思考の…たとえ俺たちがアルテマに作られた存在だとしても、こうやって生きている。どんなに無様で愚かだろうが、俺は生きるために戦いたい。それはアルテマも同じだった。生き残るために新たな世界を作ろうと。つまりこれは互いの生き残りをかけた戦いなんだ。人と神のね。そしておそらくどちらが勝ったとしても厳しい世界が待っている。アルテマに負ければ人は滅び、勝っても得られた自由は間違いなく人に新たな枷を生み出してしまうから。だが人には意志や思いがある。いつかその枷を外せるはず。困難でも、いくら時間がかかっても、みんなが手を取り合って何倍もの力で立ち向かっていけるだろう。俺はな、ジョシュア、信じてるんだ。人が人として生きられる場所はそんな世界だと。そうだね。